ちは、今回はリサイクルショップで買ったこちらニコマート EL を使って写真を撮っていきたいと思います。買った価格はこれレンズ付きでだいたい2500円ぐらいでした。でこれなんか1972年ぐらい出てるらしいんですけど、当時は給料3ヶ月分ぐらいの価値があったカメラだそうです。フィルムを入れていきたいんですけど、今回使うのが富士カラー24枚撮り ISO 感度が100になります。でこれおそらくその辺のフィルム売ってるカメラ屋さんとかで買うので一番安いフィルムなので、これを使っていきたいと思います。フィルムを入れていきます。でまずここを立ち上げて、このつまみを手前に引きながらこれを上に引っ張ります。でさらにこれを上に引っ張ると蓋が開くので、ここにフィルムをこの逆さまの向きで、装着。そしたらこのフィルムを引っ張ります。でフィルムを伸ばしてここの線に入れていきます。グッと差し込んで巻いていく。で一回こう押して、ここにこうポッチがあるんです。これ噛んでることを確認できたらこれを蓋を閉めます。でここ S ってなってるんですけど、何回かちゃんとフィルムが巻き上がるまでやります。そうするとここゼロになるので、ここゼロになったらもう撮影できます。はい、道を歩きながらなんか目に留まったものを写真撮っていきます。新鮮に思えるから、とてもデリケートなお前がスタイルに身なりを気にするけど、俺はありのままの君を愛しく思ってたまらないよ。頼りない俺から届ける、あなたはちょっと笑ってとぼける、俺は苦笑いしておどける、そんな二人に髪も溺れる、言葉にならない時怯える、そんな時間に気持ちときめく、悲しいことを全て揉み消す、あなたと歩くこの先のレール、カクテルの氷ならもう溶け切ってる Free my soul、 言葉にしなくて結構、俺を試すのはやめよう、先に店を出てええよ、仲間が来るなんて嘘、マスターあと一杯で濃いめの麦焼酎を、今風に乗っていたい、今雲に乗っていたい、今羽を伸ばしてそう、今ここで歌ってたい、今風に乗っていたい。 3 weeks later 今日は八王子でちょっとね用があってきたので、なんかいいのがあったら写真撮っていきたいと思います。
3 days later。ご視聴最後までありがとうございました。今日は、フィルムは、富士フィルム の ISO感度100のやつで、おそらく普通に手に入るフィルムの中で一番安いものを使って撮っていきました。なので皆さん手軽に撮っていけるものだと思います。使ったカメラはこちらニコンのニコマート EL を使って写真を撮っていきました。このカメラはとても写りがよく、ボケ感も出せるし、コントラストもちょっと低めホワッとしたような写真が撮れたので、すごくいいカメラだなというふうに思いました。では、次もすぐ動画をアップしていきますので、ご視聴のほどよろしくお願いいたします。